はい、水口です。トリセツロット編ですね。ジェットセッターアマゾンシリーズ3本について、違いをね簡単に紹介してもいいんじゃないかなと思って、3本の差を用意しました。こちらですね、ジェットセッター、510ですね。510と506と500、5フィート10インチと5フィート6インチ、あと5フィートという竿で、510がここがオレンジね、このセカンドハンドルのところで、506がこのマットイエロー、蛍光イエローですね、ネオンイエローで、 500C が500が白だというふうになってますね。で、このね 506C だけがマット塗装にされている感じですね。このオレンジと白の、510と500はクリア塗装がされていると。非常にで、長さはね、この画面内では綺麗に出ませんけど、そんなに長さは変わらなくて、まあ、Amazon シリーズっていうこともあって、どれもショートロットなんだけれども、まあ、その、調子と硬さによって、使いやすい長さ、まあ、どういう用途で使うかっていうことを考えて、長さを考えた感じで、まあ、中核になるのが、まあ、実はこの黄色の 506C で、まあ、Amazon においての話を先にすると、ペンシル、まあ、特にペンシルですね。ペンシル特化型と言ってもいいかもしれないですね。ペンシルを、キャストして、まあ、アキュラシーを高めつつ、キャストしてですよ。で、素早く動かす。プラグをこう、意のままに。コントロールするための竿が、506C です。まあ、以前もねお話ししたんだけど、まあ、僕がボンバダのモレーナ53という竿を非常に溺愛していて、まあ、未だにまだ使ってますけれども、その竿にオマージュして作ったような、非常にモレーナに似ている竿になってますね、僕が作っていくと。まあ、モレーナっていう竿がプロトの時からテルさんに渡されて、使っていた竿で、非常にまあ僕はそのフィーリングが好きだっていうことで、まあ、モレーナをまあ現代版にしたというか、まあ、あれからね10年近く、モレーナも10年ぐらい経ってんじゃないかな、発売されてから10年ぐらい経って、まあ、あれはワンピースロットなんだけど、それをパックロットにしたっていう竿が 506C かもしれませんね。はい。で、まあ、この 506C という竿が、そうですね、まあ、最近のバスロットに比べたら硬く感じるかもしれないんだけれども、柔らかく感じるかもしれないんだけど、もう10キロクラスの、ね、ピーコックバスとのやり取りができるように考えて設計した竿が 506C であり、そのオレンジの510であり、500C なんですね。はい、506C が、まあ、大体この1本だけでいろいろやれるんだけど、特にペンシルだとかポッパーだとか、あとバズベイトとかもいいですよね。この間トーマン釣りでバズベイトをこの竿でね使いましたけど、非常に使いやすくて、スピナーベイティングなんかもね非常にいい竿ですね。まあ、最初の1本 Amazon ロットで悩んだ時には、この竿を選べば、まあ、あんまり間違い、ほぼ間違いがないんじゃないかなと思います。で、どの竿もね、3ピースにしてるんですよ。で、パックロットは、まあ、奇数継ぎ、まあ、これ3本継ぎじゃないですか、3、5、まあ、7っていうのはなかなかないけど、3本継ぎか5本継ぎが、まあおそらく3本継ぎが一番耐久性、魚とのやり取りで
竿をぶちまげられても破損しづらい、耐久性が高いと私は思っていて、まあ偶数ロット、偶数継ぎ、2本継ぎ、4本継ぎ、6本継ぎまであるかな、旧竿はやっぱり、まあその調子にもよりますけど、継ぎ目部分に負荷がかかりやすいんじゃないかなというふうに考えていて、3本継ぎが一番最強じゃないかということで、このアマゾンシリーズは全部3本継ぎになってます。だちょっとね、姉妹寸法が他のジェットセッターに比べて、長くなってしまうんだけども、まあいろんなバランスを考えた結果この3本継ぎに落ち着いていると、あの姉妹寸法よりも大きい魚とのやり取り、安心してやり取りをするためっていうことを優先して、3本継ぎにした感じですね。でガイドも大きくて、まあ、500C 以外は P4 号とか5号6号をメインラインにして、まあ80本、リーダーを80ポンド100ポンドっていう太い、ラインを使っても抜けがいいガイドの径になってますね。あとはガイドはね、やっぱりみんな一本足ではなくて非常に耐久性がある、まあボートの上で誤って踏んだりしても、まあ、思いっきり踏んだらあれだけど壊れづらい丈夫なパックロットっていうことで作った竿ですね。で510が一番最初に出た竿なんだけれども、これは一番強くて硬い竿なんですね。でまあアマゾンにおいてはどうでしょうね、大きめのスイッシャーだとか、あとはボトムまで届かせるような重めのルアーを投げたりするとき、でかいミノを投げるとき、そういったときに活躍する竿で、まあ、この竿でペンシルを操作することも可能ですけど、まあそのコントロール性能は 506C の方が優れていると。ただまあこの竿でもいろいろやることができるという、まあ一番最初に出たお兄ちゃん的存在ですよね。で、500C は、60C がまた、ベースになっていて、60C よりマッチョにした感じですよね。しなやかな筋肉を持つ、ベイトフィネスリールをつけても、軽いルアー、ベイトフィネスリールをつければ軽いルアーを投げることができる竿になっていて、まあ、アマゾンとかその世界旅においても、小さいベイトを食べている場合、まあ、要は小さいルアー、軽いルアーを投げなきゃ、魚が釣れないっていう場合に活躍する竿で、まあ、小型のペンシルを、ね、投げたり、そういったパッパーとかね、そういうのを投げたりする場面で非常に活躍する竿じゃないかなと思います。で、まあ、そういうベイトフィネスのリールをつけて軽いルアーを、使うことができるモデルでありながら、でかい魚もちゃんとやり取りができるっていう強い竿ですね。まあもう実際10キロクラスかけて、ね、やり取りできているので、まあ日本においてはもしかしたらね、この 500C を使うと本当に楽しい釣りができるんじゃないかな。でこのクラスの竿としてはガイドがめちゃくちゃでかいです。丈夫にできますね。今いろんな釣りで PE がメインラインに、使って釣りする人が多いと思いますけど、そういった場合でもラインの抜けが良くて使いやすくて丈夫ですね。ガイド径が、まあ、500C、500C にこのでっかいガイドがついてると、本当にガイドでかすぎねみたいな感じがするぐらい立派なガイドがついております。で日本においては510C をね、バス釣りでいろんな釣りで使ってる人が多くて、スピナーベイトとかね、あとジグとかクランクベイトとか、この1本でカッパリでね、いろんな釣りをやってる人が多いですよね。あとナマズ釣り、ナマズ釣りで、ペンシル、ダーター、ノイジー系みたいなのがあってね、
っつりしてる。ナマズで使ってる人非常に多いですね。510C は。506C はその 510C よりも柔らかい感じで、こちらもね同じ用途で使ってもいい感じですね。うん、スピナーベイト、クランクベイト。ジグの方はさっきのねオレンジの 510C の方が使いやすいと思いますけど、ファーストムービング系はね全般この竿が非常に使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、この3本ね日本のね釣りにおいても非常に使いやすくて、まあアマゾンシリーズということでラインナップしてますけど、まあいろんな竿にねいろんな釣りにね使ってもらえたらいいんじゃないかな。まあブラックバス系ですよね。ナマズ、ブラックバス、まあ、ライギョの方はちょっとパワーが足りませんけれども、うん、世界中の竿、ショートロッドが生きる場面がたくさんあるんで、この3本もう揃えてしまうと最強ですね。アマゾンもこの3本で大体いいぐらいだと思います。姉妹寸法、バックロッドならではの特性があるので、世界旅に行くときにこの竿をちょっと、ね、視野に入れていただけるといいんじゃないかなと。ジェットセッター 510C、 506C、 500C の3本でした。並べるとかっこいいね、3本、はい、ということで、今日はジェットセッターアマゾンシリーズでした。ありがとうございます。それでは。Getting me down.